さあ、ヴィンテージカルチャーのあるイギリスで、ヴィンテージものをね、一品買ってみようかなと思います。6月と年末が、イギリスではセールの月なので、この月にお買い物してみようかなと思います。それでは行ってみましょう。ヴィンテージカルチャー、イギリスはヴィンテージカルチャーって言ってきましたけど、まあ、本当にどの店も一点物ばかり、既製品がないんで、もう見てるだけでも楽しいですね。さあ、運命の一着と出会うためにもう少し探索していきたいと思います。それではここらブリックレーンのエリアでは多分店舗としては一番大きいアティカというヴィンテージショップに行きたいと思います。さあ入ってみましょう。
さあ今日はロンドンの下町のグラフィティを見ていきたいと思います。もう落書きという域を超えてもうアートと化してますよね。結構アメリカとかロサンゼルスとかだと、ギャングの縄張りを表すものとして、グラフィティが使われてますけれども、どちらかっていうとなんかロンドンはアートなんじゃないかなっていう感じしますけどね。アート色が強いというか、もちろんね、こういうエリアは夜は来ない方がいいでしょうけどね。さあイーストロンドンのねこう下町を歩いてますけど、グラフィティアート今日はグラフィティアートからやっぱり大成した人っていうと、日本の中で有名なのはやっぱりバンクシーだと思うんですけど、いやそれだけじゃなく本当に素敵ですね。ストリートのまるで美術館みたいな。
駅から徒歩で5分ほどのリークストリートトンネルにやってきました。基本ここイギリスでは落書きは違法なんですけれども、このトンネルの中だけは許可されているということで、はい、表現の自由が与えられています。週末などに、まあ、よくね書いてる人がいると思うんですけども、はい、土日などに行くと作品を作ってるその現場に立ち会うことができます。上を見ていただくと分かるんですけど、グラフィティをウォールアートを照らす照明が設置されてます。かっこいいですね。照明がつくだけでやっぱり作品が映えますね。はい。